あ、行った行った。新しい靴、あ、映ってたか、参ったな。いらっしゃいませ。新しい靴映っちゃったか、参ったな。見せびらかすつもりなんて全然なかったのに。ん、疲れは、いや別にしたいですけど、好きや。あの石垣島の旅行で SPD 靴がダメになっちゃったんで、おいくら、まあ1万円以上と言っときましょうか。もっと具体的に言うと、ん、12,500円、税別。あの店に買いに行って、で値段見た後 Amazon とかもちらっと見たんですけど、全然安くなってなかったんで、じゃあ店頭で買っていいやと思って、でサイズ合わせて買いました。あ、今大丈夫ですかね。あ、そうだ、あと、いきなりなんかおかしくなったかな。コメントないだけかな。あれ、ん、これ今どうなってますかね。データはいってるか。ん、入った、ん、音声は OK、 プトプト、なんとプラレでもダメか。いや今言ってるっぽいな。自転車何キロですか。自転車11キロ2キロ。今大丈夫ですかね。プララ、プララなんだけど、一応スピードテストで1メガ、だいたい1メガ以上いってるの確認してるんだけど、ダメか。あと一応今ここ出しといて、あ、今大丈夫ですか、了解です。そんなになんか常に安定してるわけでもないんだな。ちょっと軽くスピードテストやってみようかな。スピードテストやってみようと思ったら、まいった。まあ行きますかね。スピードテストやろうとしたらスピードテストアプリが死んだ。画面真っ黒って初めて見るな、こんな症状。あ、出ない。なんで？まあいいか。じゃあ走ってみます。あとカメラの角度だいぶ前、最後に配信した時からと比べて上向きにしたんで、今、上向きに12度上げてます。おう。なので上すぎたり下すぎたりいったら教えてください。一応調整できる、調整するため の、 あの 3D プリントしたパーツを持ってきたので、ん、なんかコメントが取れ、ん、バケツマリ、バケツマリ、竹詰まりか。スピードテストいくつかありますね。私が使っているのは MF なんたらってやつ、4文字、4アラベット4文字のやつ。今日は天気いいし、風がなければ相当暖かいですね。でもさっき向かい風に逆らって走ってきたら、そこそこ空気が冷たかった。今の気温は9度です。通信速度的にはこの間あの実家の近くの島で配信した時と比べて5倍ぐらいあるんですけどね、5倍ぐらいの設定にしてるんですけど、そう、私らしくて、まあ数百メートルだし、こんにちは。ニコ生何？23度沖縄の方か。
今日は本当天気いいですね。昨日も良かったんだけど、結局昨日はまた 3D プリントでこのヘルメットマウントの部分をいろいろやることにかまけてたんで、安定大丈夫ですかね。右下がりか、あ、読み上げが、あ、かまっけ。寝袋は、あ、干してくればよかったけど、今のこの風だと吹き飛ぶんじゃないかな。今日北西の風なんですよ、ずっと。で、これから走りに行こうとしている境川のあたりは南に向かうので、まあ斜め追い風になるかなと思って出てきてみました。で、行けるとこまで行ったら、あの向かい風に逆らって戻るのは嫌なんで、輪行して帰るために輪行袋を持ってきました。右下がりってことは左に傾いてるわけだから、右向けりゃいいのか。今ここはさっき出したんですけど、中山駅から1キロ離れないと有効にならない。自宅の正確な位置がバレないように、秘密設定にしてあるので、中山駅周辺1キロ、どこから前な、確かそんなあります、前春頃にハマってます。前風向き見ながら常に風下にずっと走ってた時には、確か藤沢駅から輪行して帰ったんじゃなかったかな。イエス、梅田川、あと画質は普段に比べて結構いいはずなんですけど、まあ分かんないですかね。フレームレートも低いかな、フルで出せてないかもしれない。上り速度がだいたい1メガ超えてると思って調子乗ってしまったかもしれない。鯉のぼり、あ、そうそう、鯉のぼり使ってダイソーの100円の鯉のぼり買ってきて、で、吹き流しだけ残して柵、こんにちは、うるさいな、あのバイクうるさいな、なかなか離れるまで自分が喋る気にならないぐらいうるさいな。あ、で、自作する 3D プリンターはデアコスティーニですかね。最近話題のあれは値段と出来上がる期間考えたら割と不利なんですけど、あとは別にディアゴスティーニじゃなくても、もっと安くてやってる人も結構いるような 3D プリンターの、キットっていうのは結構売られていて、いらっしゃいませ。壊滅、それもなんか、うわ、イメージ先行ですね。そんな何でもできる機械じゃないです。昨日もマウント部分の改良にエラー頭使った。プラスチックをその積み上げて作る、その積み上げ方向を変えると特性が全く違ってしまうし、どこまで曲げに耐えられるかっていうのも素材によって違うし、結構難しいですよ。ふさ読みって棒読みか。ですね、読み上げ読まないのはいくつかあって、なんだろうな、あ、新成人に酒に飲まれるなぐらいかな。私酒飲まない人間だからさっぱりそのあたりの気持ちがわからんけど、なんとかに飲まれても酒に飲まれるなみたいな言い方なかったっけ。イエス、理数系、あ、ここ、この先ちょっと登って、水道橋というか、あれ水道だったっけ、あ、振動が、うわっと、振動があるってことはフレームレートがある程度出てるからかな。カックンカックンだとそもそもブレてるかどうかもわからないんで、で、カメラの向き大丈夫ですかね。上下方向は、角度は左右はちょっとヘルメット大体私傾けてかぶってしまってるんで、
よくずれるんですけど、上下方向の、それでなんの映像飲んだらフレームレートは、あ、今10なんですけどね。あ、ツイッターに、そうそう、この間、あ、追い気味、了解。そうですね、もういくつかその上下方向のコメントいただいたら、その雰囲気から角度変えてみます。で、ワイコンは今日はもうつけてないです。あ、コメントラグ、別の原因なのかな、回線じゃなくて。大丈夫ってことはわずかに上ぐらいか。インソールはあれ、柔らかさがいるんじゃないかな、じゃない、硬さがいるのか。インソールとかは、ソールってことは硬い部分ですよね。ってことは人生が求められる。靴買いました。ちょっと下りになってから。もう少し、あ、逆の意見もある。もう私自身が立ちこびしてるかどうかとかの人間側の姿勢にもよるんですけどね。もっと全般的に右上がり、ってことはこうか。マウンテンバイクですね。玄関先に置いてるんですけど、ドアの外に。トレッキングも今回迷ったんですけどね。ラグってことはコメントしてからか。3割5割ちょっと上すぎぐらいか。ファッションチェックはまたか。ファッションチェックに対してはどう答えるのがその粋なのかな。なんかお決まりのしきたりがあるのかな、やり取りのヌルポガ的な。で、靴は映るかな、よっと。スニーカータイプのやつです。シマノが新しく出したやつ。青いです。かかとの部分にちょっとオレンジの線とか入ってます。ポップです。アンパンをが、はあ、あ、郵送もひどかったんでしたっけ、もともと。今日は、いや、特に自転車このぐらいなの見せられるんだけど。あ、そうそう、クリッカーの最上位モデルの一つ下です。最上位のやつはタイヤはクロスバイクにしては太めです。また忘れた、いくつだっけ、 32C だったっけ、これ 32C?38? 違うな、あ、危ない。私は基本的にどちらかといえば赤か青かだったら青ですね。これは 32C じゃなかったかな。で、今日は荷物片っぽだけで自転車こんな感じ。コメンティング、やっと。走りながらは、登、モーさんって言うな。青いです。だいぶ青いです。右上がり。また映像が右に上がってるってことは、カメラが右に下ってるんだから、そうだよな。こっち方向ですか？今カメラを、あ、ヘルメットを左側に寄せた。ん？道が。確か 32C じゃなかったかな。逆ですかね、右上がり右下がり、いい感じ。おお、自分の感覚からするとちょっとヘルメット左傾きなんですけどね。おしゃれな靴はポップでアーバンな感じなので、アーバンって今時言わんかな。アーバンチャンピオン。ソフト、あー、イエス、アーバンチャンピオン、ファミコン、アーバンですね。ん？この靴ペダル、あ、
今日初めて、普段着が高いかどうか。私ユニクラ、アイムユニクラ、アイムアンユニクラ。それでバイトしてない。水平は、それは大丈夫だと思います。多分、首が、江ノ島までは日が暮れるまでには着きますよね、多分。で、これからちょっと八王子街道沿いに向かい風に なってしまう。何のコスプレ。ソフト&メロ。スピーディーリアメンです。今こ、まだ来ない。見てみるか。今日は高いんで、指切りで大丈夫ですね。ただ向かい風だと若干寒いかも。ペダルは小さいやつ、安くて小さいやつ、シマノので。サッカーはあんまりというか、スポーツ系は実は全然興味がないって言い方するとトゲがあるから、あまり見てなくて。明日は仕事です。また嫌なこと思い出させやがって。で、この靴は昨日買って今日初めて、ダメか。境が割と近いです、いつも。ただ同じ場所何度も走ってると、ただ走ってるだけになってしまって、新しいものが見つからないんですよね。SPD、 これ私の靴はネットで買えますが、サイズが在庫あるかどうかは結構微妙です。恩田川沿いは道が走りづらいんですよね。桜並木のあたり根っこがかなり出っ張ってるんで、細いタイヤだとパンクするんじゃないかってぐらいに。あれな、思い出さすな。トレッキングのタイプの方がもうちょっとソールが硬くて、靴底がベタッと平たいんじゃなくて、スパイクというか、こう出っ張ってる部分の面積の方が少し少ないくらいのやつで、で足にはぴったりだったんですけど、黒とグレーのやつのサイズが合うやつがなかった。桜のですよね、ピーゾーンですよね。後ろに何がついてない。休みか、いいな。ダダ下がり。 XTR はあれは若毛の至りだったんで、いや毛じゃないや、若毛は木でいいんだ。若毛はケムクジラの木じゃないですね。向かい風だ、少し。でも思ったほどじゃない。あとここは車がかなり多いんで、チェーンか。そうやね、ローさんはこの間チェーン切れたんだっけ。私はチェーン切れトラブルまだないんですよね、生まれてこの方。OGK 若毛。ブルハス16、これ16号でしたっけ。ミシングニフト、あれか、ワンタッチで走るやつか。が壊れるってのは難儀だな。他いいのはいろいろ至るのか。350人。昔の私なら1万人ぐらいすぐ集まったのにな。風の、そういえば風防はあんまり強力じゃないんですよね。いっぺんこれスポンジのやつに変えたんですけど、今自分でもうるさいぐらいの向かい風なんで。350万か、遊んで暮らせますね。
最新、まあ新しい自転車は特に三島、前崎、浜名湖、何キロあるんだろう。新しいアクションカムはそれのマウントを作る方になんか熱意を燃やしてしまってますね今で、さっきてか昨日の晩、海外の 3D データ、コモンクリエイティブコモンズの 3D データが集まっているサイトに投稿しました。だから 3D プリンター持ってて、私と同じアクションカムを持っている人はご利用できますよ。こんにちは。ん？フォーリンクド？あのチタンの自転車復活させたい。連休は初日に靴買って、SPD 靴買って、あと 3D プリンター周りも初日で一旦蹴りつけるつもりだったんですけど、昨日までかかった。させないなぁ。先般、まあ全然造形方法違うんで、向き不向きあると思います。 3D プリンター全然万能じゃないんで、でもこういうことに、それ分かった上でこういうことに使えるって思うのは楽しい。下に溶接、古いパソコンでしょぼい表示としょぼいメモリと処理能力でできる範囲でやるみたいにして、 3D プリンターもなんかできる範囲でできることを考えるのが面白い。どうなんですか、デアゴスティーニのやつは、あれ1年以上かかるんでしたよね。いらっしゃいませ。いや別に安くはないです、あれ。あれと同等品ぐらいのやつが、ていうか元になっているモデルが10万ぐらい、8万ぐらいだっけ今。デアゴスティーニで買うのは分割して買えるっていうのと、自分で組み立てながら構造が分かるっていうところがメリットかな。5万か。でもその前後に塗装剥がしてとか塗装し直してとか入りますよね。そもそも私はパーツ外すのすらよくわからないレベルの人間なんで。大田区、あ、町工場か。固定強化用の。イエス、無理しねえ。楽に楽に行きます。境川、遅いよ、そうですね。うん。チタンは空気中でやったら瞬間的に酸化してしまって、表面が膜ができてしまうので、酸素に触れないところでやらなきゃいけないらしいですね、溶接。チタン溶接。速度。今ここまだ、あ、そうだ、今ここ確認しようかな。ティグってメーカー名、ちょっと待った。今ここ出し直します。位置的にはもう秘密エリアじゃなくなってるから出るはずですけどね。 C4どんなところ、宇宙、あと海中は酸素あるか。ん、何のアルゴン溶接って文字列は知ってるけど何だか知りません。クワトロパナは、ああどうなんですかね、問い合わせてはいないな。でも何かで対応できないっていうのを見たような気がするんですけどね、と思い込んでた。境川、風呂、森、今日は結構風ありますね。でそれにあまり逆らわない方向に
走っていくルートなんで今日は。チームキープレフト。打ったらまあ潰されますよね。うん、あそこまではいけんな、帰りは輪行で帰るつもりです。風に逆らわない方針です。カフェ行く行く、あのカフェドクリエとかマクドナルドとか、あとモスバーガーとか、あとあれ鴨居駅の前にあるやつ、カフェベローチェ。私はあの距離20キロ以上あったら輪行の方が楽ってぐらいの人間です。あ、全体が傷んでるのもあるでしょうね。そう、カフェベローチェ割と安いですよね。ローソン、コーヒーはあんまりこだわりはないんですけど、あのお茶的な意味で好きです。お茶的な意味って言っても一緒か。味にこだわりはそれほどないけど、コーヒー全般が好きかな。ただ砂糖入りはちょっとあの後味が苦手なんで、ブラックかミルクだけのやつが好きです。割とブラック派。マウンテンって V ブレーキですか。今っていうのは何だろう。私は今乗ってるのはクロスバイクの V ブレーキのやつ。イエス、腹黒い。成人式もう2周してるからな。ブラックジョーク点滅、実は点滅してるから。人間の目が性能悪くてわからないだけだから。境川にナイフで、なぜサイクリストが。そういや、こういう FMLE みたいなエンコードソフトで手ブレ補正のソフトや手ブレ補正の機能がついているやつってないのかな。リアルタイムじゃきついかな。普通に CPU パワーでやるのは。まあそのあたり道、ついてますかこれ。私はこんな道走るのはあのコリコリなんですけど。藤沢はまだだいぶ先ですね。この道狭い。歩道もなんかあんまり、あ、ぐにゃぐにゃする。あれ、あ、フレームレート低いからか。あれ、まだ川には出ないんだっけ。あ、電波大丈夫ですかね。もっとフレームレート上げるか。せっかくビットレート300もおごってるんだし。浜市は浜名湖一周か。美和市、浜市。あれ、川どこだっけ。
天気いいです。ちょっとあれ、境川どこまで行きあるんだったっけ。ここは霧ヶ峰から出てくるところで、しか霧ヶ丘か。電波大丈夫ですね。よし。でもさっき最初ちょっと切れたんですよね。246あたりまででしたっけ。かなり久しぶりなんで、何ヶ月ぶりかな。1年経ってないよな多分。うん、石垣島の設定はもう変えてたんですけどね。ちょっとこの後フレームレート上げてみます。スキヤは今日はん走って湧いて湧いて、こんにちは。小森、今日はさすがに、ていうか昨日出るつもりだったんですけど、ちょっと熱中してる作業が終わらなかったんで。境川は町田もありますけど、町田の後どこ通ってるかはよく分かってない。風なかなか強いです。こんにちは。帰りは林口かなと思ってます。もう遅くに出ちゃったんで、明るいうちに、あれか、まあ海のあたりまで片道だったら行けるかなと思って。私は輪行は全然苦にならんので、パッキングはいいけど、ただ混んでる車内だったら最悪ですけどね。身が細る。あれ、向かい風じゃあんまりなくなってきてる。迷惑かかるからな。今シルエット見たら結構私はアクションカムが上向いてるな。風強いけども、ん？あれ建物か。うん、よかった。ああ、いや気遣いじゃなくて、フォルディング、折りたたみバイクか、フォルディングか、フォルダブルバイク。今透明の、あそこ、今のは透明か。透明と中央とそのあたりのがどこ通ってるか、どれがどれだか未だにわからない。ん？私は、ん？何を発動？ああ。ヘルメットマウントの固定ベルトがはためいてる。星さん、この後見えると思いますけどね。どっかで見えなかったっけ？ちょっと今フレームレートいじるには時間がないな。こんにちは。今日はまあ回線テストとかいろいろあって近所走ってるだけですけどね。ちょっと喉が絡んできた。 MRO はそうですね、何年乗ってないかな。家の中で 3D データをいじりまくって、 3D プリンターで出力しまくってました。出るときに大きな障壁があるんですけど、一旦出てしまえばもう全く障壁ないですね。すぐに出てきてよかったと思うようになる。今こう出してるつもりなんですけど出てないですかね。
あ、それか、あれか、 iPhone がアクションカムの方にまた間違って繋がってしまったかな。 Wi-Fi オフにしとくか、アクションカム。24インチ、あの後出てないんですかね、そういうの。金属は家庭用とかでできる今のやつは金属風の光沢が出るっていうのはありますけどね、本当の金属のプリンターはまだとても家庭で扱えるようなもんじゃないですね。で、木材のやつはあの木材が混じったプラスチックみたいなやつは使えるのありますね。ん？なんとかっていうのが24インチ折りたたみは別にもあるんですね。おお、やっと着いた、やっと落ち着く。樹脂ネジか、ネジは小さいサイズだと無理ですね。ある程度大きさがあったらといっても、一般に言われているネジよりはだいぶでかいのじゃないと、あのチチチチチって言ってるのはアクションカムを固定しているベルトのヘリがはためいてます。後でテープで固定しよう。突起を切れる話は、突起を切れるのは焼結式とかいう、なんかあの粉末をレーザーかなんかで固めていく感じのやつの特許じゃなかったですかね。 SLA か、シフターの操作図ではなくて、あのヘルメットにベルトがはためいてバチバチ当たってるんです。渡ったところで曲がります。うん、だいぶ出っ張ってんな。なんか出っ張りすぎだな、アクションカムが。自分のシルエット見るとおかしい。ちょっといろいろやります。まずは一個一個いこう。まずフレームレートを上げる。まあ、この辺り自転車の人いっぱいいますよ。まずフレームレートを今10なんで、いくつぐらいかな、まあ、とりあえず15で一旦切れます。あれ、昼飯はちょっと一応食べました。こんなもんか。今フレームレート15にしました。といってもラグがあるから10何秒ぐらいかかるかな。300もあるからもっと上げられるかもしれないな。そしたらシャッタースピードというか、あのぐにゃぐにゃも滑らかに大丈夫ですかね。まずこれが1つ目。あとなんだっけ、あとアクションカムがなんかいつもに比べてえらい出っ張りすぎてる。12度上向けてると言っても、あ、でもこんなもんか。あ、揺れというか歪みは3分の2に減ったぐらいのはずなんですけどね、あの計算で言うと。うん、でこれとあと一つなんかなんだっけ。あ、そうだ、今ここだ。300、音声64の映像300です。あ、やっぱりあのプララの方に繋がってなかった iPhone が。ロボフィギュアはですね、サイズによりますね。いくらでもあのサイズ変更できるんで、今ここ、いやまだこれから。あ、さっき途中から出てたのか。今もう一遍起動し直したんで一旦切れてまた更新されます。こんだけでよかったかな。ん？ 96？ あれ？96に設定した覚えはありませんよ。64ですね。
境川に何のネタだろう、わからない。境川に奉納ってなんだ、なんか成人式絡みか、関係ないか。私はあの時事ネタに大変弱いので、よっと、ツイッター越しにしか情報収集できてないんで、ツイッター越しだといろんなフィルターがかかってあんまり情報の精度良くないんですけどね。よっと、よし、うん、あ、よくありがとうございます。タツオ、江ノ島に行くのに、あ、境川沿いに行くため、江ノ島に行くこと自体は目的じゃなくて、境川沿いにタラタラ走るだけです。遊水地は寄るつもりです。まずは砂利道、配信的にはちょっと逆光になりますね、ここから南向くんで。ツイッターは海鮮の食べたら誰のことだっけ。今4対3でやってます。16対9にすると上下トリミングされて、ただでさえあまり広くない画角はもっと狭くなるんで、コンビ、あ、どうなんだろう、 C270 ってウェブカメラの、CCD じゃなくて CMOS か、受光素子っていうのは4対3なのか16対9なのか。16対9だったら逆に4対3にした方があのトリミングしてるかもしれない。中原街道で境川は、あ、何がうんざりてたっけ今。あ、もしかしてますか、ん、何のネタかわかんねえ。あと一体ここはバイクか、これ、これはちょっとバイクか車かですよね。落ちなかったのかな。うん、旅配信、多少拡大することになってもそっちの方がいいのかな。事故現場というか、なんかぶつかったんですよね、あれ落ちたのかどうかちょっと気になるけど、まあそうそう落ちないかな。ああ、フラッシュが配信だと分かんないと思うけど、あの水面の反射がこのパイプによってチカ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 して、でカメラはもうやばいです。カメラですね、メディア交換してもダメでした。 RX100 動作がおかしいです。たまにまともに動いたりするから店に持ってった時に再現性見せられるかどうか不安なんだけど。で今回保証を掘り返してて、びっくりしたことに私5年保証に入ってました、ビッグカメラの。普段そんな私全然契約とかしないのに、なぜか RX100、 デジカメの RX100 は5年保証付きで入ってた。なのでまだ修理が依頼できる。買ったのは2013年4月でした。ちょっと自分にびっくりした。やった、あ、そうだ、あとカメラの角度ちょ少し上向きだったっけ。3度単位で変えられるパーツを全部出力してきたんですけどね、スペーサーというか、なんというかジョイントというかコネクターというか、コメントがないのか、なんか切れてるのか、渡ってから確認します。
お、なんか切れてるっぽいな。これコメントビュアーの問題かな。あ、来た。やっぱりコメント読み上げしてなかっただけか。コメント読み上げはコメントビュアーが、コメント取りに行けなくなってたみたいです。ちょっと珍しいなこの症状は。昔もなんかこういうこと何度かあったと思うけど頻度は低かったんです。コメントビューアーがコメントを取れてない状態。プララ3メガバイトは会長のはずです。今のところだ異常部っぽいですね。この辺りはまだ世話しないな、境川。あれ？東風だ。あれ？向き随分変わったか、これ。いや、東風じゃなくて北風か、今のは。で、デジカメの話はそういえば、ほっとしますね。ただちょっと日陰だ。こっちは青空ですよ。あ、で、さっき上向きってカメラ上向きってコメントもらったんですけど、その後そんなに言われてないんで、今はまだ様子見てるんですが、上向き加減が気になったら教えてください。今前回の配信よりプラス12度上。境川で匂いありましたっけ。どっかあったかな。養豚場とかのあたりかな。いや、あれ鶴見川か。ドブ川的なっていうのはあんまり気づかないですね。私は元があんまり鼻が匂いがあんまり気になってないけど、牛、ありましたっけ。あの人は結構太いマウンテンバイクですね。太い空の比率がやっぱそうか。12度で上向きすぎたんだから、12度から9度ぐらいにしてみるか。いや、相手ぐらいでいいかな。6度のやつに変えてみよう。ちょっと次日向で止まれるところがあったら変えてみます。横向きですか。仕組み考えればできるかもしれないけど、今ウェブカメラとかアクションカメラのヘルメットマウントは全部 3D プリンターで作ったパーツでやってるので、自分次第です。対岸の向こう側でも道つながってないんですよね。だからみんなこっち走ってる。いい、僕そうですね。でも今日はそんなになんかそこまで暖かくないかな。どちらかというと暖かいものが飲みたいです。そう、イーボクアイス、初期に配信してた頃から言ってましたね。トンネルはどうだ。ワイマックスよりはこういうとワイマックスよりは強いはずだけど、まあこれまでと同じだな。スイッチ一つ。ウェブカメラは軽いからそういうのできますね。ただ見た目がどんどん見た目のレベルが上がってしまう。どっか座れないな。やっぱ遊水地なんとかセンターまで行くか。そこで角度
変えてみようかな。あれパンクか、テレビ撮影今は割とテレビでもよく使われてますからね。ただ大体 GoPro ですね、今使われてるのは。ソニーのやつは私はっていうかテレビ見てないからわからんな。ソニーのアクションカム使われてることあるんですかね、今テレビで。私が今ヘルメットに乗せてる小さいやつは画質がそれほど良くないから、プララは総通信量の制限はないはずです。で、通信速度が3メガに制限されてるだけ で配信だったら3メガあったらあまりありますからね。どっか途中作業できる場所ないかな。小さいプラスチックパーツをあの並べても飛んでいったりしないような場所。プララですね。あのWiMAX、私は普段のメイン回線は WiMAX なんですけど、そっちがあと3ヶ月残ってるんですが、3回4ヶ月かな、それも途中で切ってあのプララだけにしようかなと思ってます。GoPro ですね、四角くて扱いやすいし、ソニーとかの砲弾型に近いようなやつはマウントがちょっといろいろとやりづらいところがあるんで、 GoPro 四角いからもう乗せられればとりあえず乗りますからね。ああだいぶ落ち着いたこの辺り。日も当たってるし、プラ今のところは、まあ、これからまた混み合ってくるとどうなるか分かんないですけどね。入水地まで行きますかね、やっぱ。なぜ R、 こんにちは。あ、風も少し追い風になってて楽だようなですよね。プララはあれいくらだったっけ、2000円、2000何百円だったっけ。 WiMAX より安いっていうので、特になんか値段はあんまり考えずに契約したんですけど、いくらだったっけ。録画はあれはどうもなんか2キュパでしたっけ。あれじゃあ WiMAX より少しだけしか安くないのか。 WiMAX が3000円前半。まあ、でも WiMAX は医薬品払ってでも途中で切った方が安く上がるので、プララモバイルだけにしようかな。ここは今境川です。天気良くて、で、まあ、さっき風向き調べてきたからなんですけど、追い風だし、うん、どっちにしろはドコモ回線なんですけどね。あとは OCN モバイル1を今まで配信で使ってたんですけど、なんかあの薬医薬品なんか OCN モバイル1は規制の数値以上に絞られてる時がある感じがして、ダメな時は全然通信できないんですよ。明らかに電波の問題じゃないとこで。あと最近 B モバイルが出してますよね、電池。風向きをアメダスで調べてきました、っていうか見てます、今もあの iPhone で。昔は出先で通信するってだけで大変でしたから、グレー電話探して、ん、あ、安定性ですかね。で、 B モバイルは昔ひどい目に遭わされました。B モバイルが高速で制限もなしっていうものすごいプランを出してるんですけど、サイトによっていろいろ規制がかかってるっぽいのと、スピードテストサイトは無条件に拒否して通信させないっていうところがなんか嫌ですね。
今時あんなに制限だらけのって、そう、 B モバイル、私一番最初に配信始めた頃は B モバイルで、やっぱり日本通信だったんですけど、あれもひどかったです。明らかにニコ生とかニコ動サイトを制限かけてて、これから今通過する eBOK っていうところの配信もろくにできなかったです。電波はいいのに。だからもう二度と B モバイルは買わねえ。あのやり方って昔からずっと変わってないんですね。ああ、日陰だ。OCN モバイルはもうなんか不安定なんですよ。そう、B モバイルはちょっとひどかった。ベストエフォードとかなんかそんなレベル以前のひどさでした。腕時計、私は使ってないですね。GPS で見られるし、時計。ん？あ、なんて、プララがなんて。うん。OCN は私は、最低のプランで規制後 200kbps っていうので使ってました。でもその 200km も全然出なかったんですよ。ちょくちょくなんか10とか20レベルになってしまって中華街。規制っていうのは昔からそうですよね。うん。ああ、そうか、下が暗くなるんですね。うん、この後下げます。ワンタッチで変えられないのがまだまだだな、私の作った仕組みは。いっそのことネジ止めの方がもう楽なのかな。GoPro と同じになるけど。おすすめ。まあ、とりあえず今日はプララモバイルで。まだテスト中です。今日が配信で使うの初めてです。でも最近結構使ってる人いますよね、これ外配信で。雪がどこに、いつの雪だ、いつって、まあ、そろそろ降ったっけ、雪は。この冬まだ関東って雪降りましたっけ。ワイマックスは速度はまあばらつきあってまあなんですけど、ワイマックスは屋内が弱すぎて普段使いには厳しいですね。いや、厳しくいってほどじゃないけど、いろいろ不便。昼ご飯の時に入る店を選ばなきゃいけないっていう、使いました。あ、正月過ぎましたっけ。さっきというか、私はその時福岡の実家にいた。福岡でも降ってた。あれ、なんか大規模にやってるな。お？これは川の一部が日陰になるのか。あれ、枠が取れてないか、これ。油差すの忘れてた、自転車に、チェーンに。超団地よいしょ。今度は何だ。
録は取れてるのに。あ、来た来た。なんだ今。ロボさんからワコツ。なんか、あ、いらっしゃいます。ワック取りに時間かかってたというか、取れてなかったみたいですね。なんだろう。あ、今自動化に渡したっけ。ちょっと待ちよ。ワック取り自動化してない。あ、間違えた。間違えた。あ、これでよし。ここは、あれ、まだ一応団地じゃないか、ここは。まだまだ先か。ここは神奈川県のどこかです。呼び捨てしやがった。パパにも呼び捨てされたことないのに、ロボットは。境橋、よし。ちょっとカメラ角度後で下げます。イチョウ団地はまだ先ですよね。もう帰りの時間別に気にしなくても、銀行で帰りゃいいんで。あ、イチョウ団地この辺りか。ああ、よくわからん。お湯がないの。大福いいな、大福。大福いいな。どこ？和菓子屋どこ？美しい。あ、大和市ですね。さっき出てました。看板が。まだ先でしたかね。まだあまり来てないな。もちどこ。甘いものは結構食べますね。甘いの大好き。和菓子屋とパン屋。和菓子プラス洋菓子のとこもありますよね。この間福岡の実家に帰った時の実家の近所のでした。あの石なんだっけ。ん、鏡。私は実家で雑煮をたらふく食べてきました。砂糖は有害です。あの10キロとか20キロ食べると体壊します。あと虫歯になります。10キロ20キロってのはあのん、コストコか。砂糖、あ、そうそう、糖尿にも。糖尿になる原因になるんだっけ、砂糖って。あ、連携了解です。あの設定前変えた覚えないのにな。自分のアカウントのなんか情報公開設定なんですね。分かりづらすぎ。あれ前もっと分かりやすくなかったっけ。ニコニコの自分が配信始めた通知をする仕組みのところの設定は。フラノか。見づらく、ああ、明暗差が激しいですね。そう、150年以内に 100% の致死率ですからね。死亡率。ツイッター連携、やっぱり変わったんですか、あれ。分かりづらい。なんとかしてほしいけど、もう解決したからいいや。ツイッターのその配信開始のお知らせはこっちから設定してくださいっていう、あの誘導のリンクはよろしくない。あそこだけ設定してもダメなんだし。塩と砂糖を取らないとちょっと苦しい。リーサルなんだ。
と一応これステレオ配信の設定にはしてるんですけど、多分ステレオになってないですよね。あと仮ステレオになってたらおそらく左右逆になってる。バザール前、ようやくここか。中原街道との合流地点ですね。あ、シャトレーゼ、あ、マカシア、サプリは、いや、何もパン屋と和菓子屋。あれか、左が和菓子屋さんで右が和菓子洋菓子、あ、すいません、そう、工場直売って渡っちゃいましたね。もう工場直売って、まあ工場で売ってるんだから、まあそれはそうだよなっていう。うん、あ、中原、分からない、あの本当にモノラルになってる可能性も高いです。なぜか聞かないんで設定が。まあいいか、行くか。あ、痛いやつだ、今痛さ見た。下部屋、甘いもんは好きなんですけどね。まあまた今度。あと店中配信とかはいつも避けてるので、めんどくさいのもあるかな。オノラル、FMLにしたら確かできるはずなんですよ。はずなんだけどな。あと NLE も確かステレオ対応してたような。ニコ生の簡単配信だけがステレオできない。味噌飲むのか。そうや、今日飲み物何も持ってきてないや。この季節あんまりなんか水飲まないんですよね。飲んだ方がいいのかもしれないけど、ほとんど一日走ってても全然喉乾かなかったりするし、まあさすがに山とか登ったら別、峠とか行ったら別ですけど、平地走ってる分にあまりなんか。え、モノラルか、マジで。左で壊す壊す。ああ、なんか久々に通信回線のこと気にせずに配信してるな。ん？極楽なんですか。極楽なんとかっていうお寺ですか。フィリップ・K・ディックはそれほどなんかファンではないですね。フィリップ・K・ディックといえば、まあブレードランナーの元ネタのが有名ですけど、高い塔の男とかユービックとかあんまり印象残ってないんですよね。なんか私はあんまり好みじゃないような気がする。嫌いでもないけど。ディック、英語圏でディック、そうそう、SF 映画か。2001年とか結構好きでしたけどね。あとは映画か、あんまり映画で感じ見たことないな。宇宙の戦士は思いっきり軍隊ものだったし、大好きは2001かな。2001は確か私映画の方先に見たかもしれないです。2001年宇宙の旅、戦車芸、映画のフユーリーは見てきたけど、あのグロさと残酷さの方が目立ってしまって、あんまり私は楽しめなかったかな。 T が本物らしいけど。月曜の昼前からやってますよ。しかも起きたのが10時ぐらいだし。パンナム、パンナムは航空会社か。早起きでしたね。インターステラーってなんだっけ、最近のやつだっけ。
弁当、昼飯は食べてきました。追い風追い風、グラビティがどれだったっけ。私が前見たのはコンタクトだったかな。コンタクト2007年の、あーなるほど。で今それないんですね。あーすごい追い風。このソフトで走っ、この速度で無風状態。ディナーですかね。グラビティゼロ。おっと、ああ、なんで知ってるんですか。最近はずっとウォットブリッツやってたんですけど、ワールドオブタンクスの、それも最近やってないな。3D プリンターの方にばっかり。いや、そこまで行ってないです。最後はなんか宇宙のトンネル行く感じですよね。あれがコンタクトだよね、確か。あの、テロでその宇宙転送ゲートみたいなのをテロで壊されたけど、北海道に予備があったのさみたいな展開がコンタクトでしたっけ。で本人は宇宙トンネル的なものを通って旅してきたんだけど、旗から見ると全く移動せずに、あの私そのままの名前で確かやってますよね。ますよねって、自分でもなんかよく覚えてないや。サイバーサイクリストって名前のままでやってます。そうそう、転送装置作って、あれあれ、地球ゴマ的なやつ作って。北海道の景色はどんなんでしたっけ。あれも結構前の映画ですよね。うん、音が出ない。父さんと会ったんでしたっけ、あれは。後から見たら転送の瞬間が何も検出されてなくて、ただ上から下へ自由落下して下のクッションに落ちただけみたいに見えたっていうあれですよね。光線画かな。でこの辺りは一応団地じゃなくて高層団地がこの辺りだったっけ。どこまで行くんですか。どこまで、海の辺りまで。女優さん誰だっけ。ああ分からない。江ノ島まで行こうとしたら結構東側に移動しなきゃダメですかね。境川沿いに行けるのは藤沢辺りまでで、そこから先はもう市街地走んなきゃいけないから、タイミング的に夕焼けが見えたりしないかな。日没が、ジョディ・フォスターだ、分かってないですけど。長団地、あれ今ここ長団地でしたっけ。コクマカロングッズのこと言い忘れてた。あのこん有名旅館小熊屋から、うちの妹の洋菓子店である、個人でやってる小熊屋から 3D プリンターによるクッキー型の発注依頼が来るはずなんですけど、発注依頼とはやな、発注が来るはずなんですけどまだ来ない。クッキー型とかお手の物なんですが、早く作って、あの見たいんですが、あのネタの方が思いつかないらしくて、それか単に忙しいのか。小熊屋の小熊の達夫っていうののクッキーとかを食品に、まあクッキー型だから別に、ただ型取るだけですからね。サンドカット、食品的には問題ないと思いますけどね。ただのプラスチックだし、プラスチックだし。いや私のクッキーじゃないんですけど、子グマの形したクッキーになるはずです。で、あの単純にただあの
絵のその線の幅を足してこう持ち上げるだけじゃなくて、その切りやすいように下の方は少しその断面が刃物みたいな形にする必要があるはず。3D プリンターと自転車ですか。今かなり 3D プリンターだな。私はなんか趣味が常に1個のものにばっかり傾いてしまって、2つ同時並行っていうのがあんまりないんですよ。だから 3D プリンターが面白いときはそればっかりやってしまってる。それで結構配信のコメントでも 3D プリントばっかりやってるとか、自転車がカナダ産豚クッキーか。八木さんは、あれは引地川の方になるよな。こっちの方ではなくて、もうちょっと西の方の。おー、工作しながら。ABS ですかね。私は今のところ全然気にせずにやってしまってる。部屋でやってる。本命を、そういうことになるのかな。そうなのかな。まだ結構、あ、八木さんそうなんでしたっけ。最近ツイッターもごく一部しか見てないからな。遊び人っていうと熊本美人みたいだ。で、熊本って言ったらもうなんか熊本しか頭に出てこないから、熊本がなんか女装してる絵しか思い浮かばなかった。湧水公園あんなに離れてましたっけ。まだ着かない。阿蘇美人。気温は10度に上がってるんだけど、さっきより寒くなってる。あんまりなんか福岡からだと熊本って結構離れてるんで、佐賀の向こう側なんで、佐賀長崎のあんまりなんかイメージないんですよね、この辺り。熊本ラーメンどんなんだっけ。エンド金具は強度を求められるところは若干きついかな。太さがあればある程度は。例えばのリンコの時のフロントフォークに挟むやつだったら強度的に問題ないと思います。和みの塔ですか。昼間混んでるんですよあそこ。桂花、あ、経過ラーメンか。今日の昼飯はラーメンとチャーハンと餃子、ラギオ茶。あ、本当だ、牛の匂いした。スルスル。スプロケの保護ガード、スプロケのガードはどんなんでしたっけ。スプロケのガードってプリタ配信できなくはない。左側の方か。そう、炭水化物。中空に、家庭用のプラスチック積み重ねるタイプだと中空にっていうのはちょっといろいろ考えなきゃいけないです。あれ早いですね、やつは早いですね。 3D プリンター、ただあの 3D プリンター出力してるところはまだいいとして、出力物を見せようとすると部屋の中が映ってしまう。部屋の中が映ると私はあの人格疑われるような状態なので見せられないんです。さっきのはママチャリだと思います。普通の大牟田どの辺りなんだっけな。
そう、福岡何の地理もよく分かってない。陽気的な。そうじゃ、うん。旅配信のというか、自転車で遠出すること自体の頻度が下がってましたからね。運動不足にもなってるはず。もうフル配信か。確かにまだ機材ありますけどね。あ、バッテリーが、 GPS のバッテリーが、またここぞとばかりに 3D プリンターで作った電池ケースを取り出して交換しなければ。ゼンダーポスター、ドロイドってアンドロイドっていうと、なんかあのコブラのレディとかが、よっと、新しい靴今のところいいですね。あの 足もなんか狭くないし、あ、こう押していかなきゃいけないんだっけ。モバイルバッテリーはあれいくつだったっけ、1万2000か3000のやつですね。アンカーの USB の口が3つついてるやつで、この靴、これは境川です。この靴が、あの普通にこうやって今歩いても、いや、私は寒さ弱くて、こうやって普通に歩いてクリートが当たらない。まあ、これも削れるまでかもしれないですけど、靴底が今のところ SPD のその金具が地面に当たらない。すごくいい SPD です。まだ新品ですからね。福岡の南か、ルパンか、その同時期でしたっけ。あ、もうそろそろ湧水公園じゃないかな。うん、今当たらないんですよ。あの歩きやすいを売りにしてます、このシマノのクリッカーっていうシリーズの SPD 靴は。この靴1万2500円税別で、私はこれまで、あ、ここ、あの今までベルクロ止め、あのマジックテープ止めのやつにこだわってたんですけど、最近は、ちょうどまだですね、このクリッカーに限らず、今のシマノのシューズは一部に、なんだっけ、スピードなんたらっていう仕組みがついてて、紐を縛るんじゃなくて、紐をあのキュッと締めるタイプのやつ、途中プラスチックの留め金が入ってて、あの紐をギューッと引っ張って、そこをプラスチックのやつでキュッと止めると固定できるっていうワンタッチのやつになってるんで、これだったらまあいいかなと思って。ん？ゴム席、あそこか、ベルクロ。ベルクロもあれ商標なんですよね。マジックテープは商標だけど、ベルクロだって商標。汎用的な用語で言うと面ファスナー、面ファスナー止めの靴です。あ、靴です、今そうじゃないんですけどね。でかい昆布、利尻とかか、あるいは根室の方か。確かにこの光沢は昆布の光沢似てるよな。の野良黒、そう、サランラップはあれなんて言うんだろう、一般用語だと。ウィキ見ればわかるんですけど、あ、ホチキス、ホチキス、また面、面積の面ですね。うん、方法ってことはベルクロをできるのか、特殊なベルクロじゃなくても。全然運動にならんな今日は、追い風なので。
まあ、前半ちょっと向かい風だったからいいか。そう、ツラファスナー。天気良くて追い風です。最高です。デカ昆布。風は追い風です。結構強いです。今これで30キロぐらい出てるんじゃないかな。高倉健健ファスナー。おお、川沿い、割とここはいつも風吹いてるイメージありますね。だいたいどっち向きかに吹いてるような。そんな頻繁に来てないんですけどね、私は。おお、今の私は結構スピード出してると思ったけど、川下りというか風向きですね。今は現在自動オートはないです。帰りは輪行で。私は朝風向き調べて風上に向かって輪行していくような人間なんで。ん、あ、何を記録してるかって。私は基本的に記録マンなんで、できるものは大体記録してます。あ、 GPS 切れた。まあいいか。今日は別に動画は撮ってるけどテスト用なので、写真もここまでに iPhone で2枚撮ったきりだし。うん、ああ、あれも昆布っぽいですね。確かにもうすぐ着くと思ったらまだ着かないな。境川沿いに河口まで、海まで行ったら何キロあるんだったっけ。20キロ超えるか。この辺り桜並木ですね。春には結構綺麗。ん、車止め。ああ、さっきのあれか。まあでもここは大してないですね。御嶽川の方がもっと多いし、多摩湖サイクリングロードなんかは逆に面白いってぐらいに車止めありますからね。あそこまで多いと逆に面白い。逆に相鉄かな、あれですね。サイクリング中って何があったんですかね。口論かなんかしたのかな。 iPhone、 ああ、 GPS ロガーを使ってるんで、あ、 iPhone は使ってないです。25キロくらいですか。で、今ここは湘南平の、東側のあたりですね。これでも相鉄って書いてあるような橋梁に。ん、こっちは新幹線か、もしかして。あれ、こっち側にこんな駅ありましたっけ。いつできたこれ。あれ、そう、一時期迂回路にな、ここの辺り迂回路になってたような。あれ、これいつできた。この辺り、うん、あ、15だ、 F15。 デジカメ持ってきてないからズームもできない。うん、ここ いつから、あれ18ですか、あれ15じゃない専用ですね。ほっといていいし、あ、もうほっとくないでしょうか。あ、地下鉄、割と最近ですよね。この景色見覚えないんで、私は。いらっしゃいませ。教授、坂本教授のと、いらっしゃいませ。よしよし、今後はツイッターの方大丈夫そうですね。いらっしゃいませ。ちょっと角度すいません、ずっと 上向きで。あと、もう少し後で下げるので。ルートまで使いやすいですか。なんか普通にあのアプリ内ブラウザで ルートラボのページを表示してるだけみたいなアプリとは違ったっけ、ルータンってやつ。あ、あの橋が見えてきた。
サクサク、通信速度はいいみたいですね。最初の一瞬だけ不安だったけど、あと大丈夫みたい。入水地ですね。次は下りは、確かに引っかかりは少ないかな。ルート、あ、そうなんですか。追従機能。iPhone マウントして使えばそうですね。あ、すいません。くそ、確認忘れてた。止まりませんって。毎回止まるのと聞かれるから止まりませんってタイトルにつけてたのに、最近すっかり忘れてる。まあ何の放送か分からなくなるからいいんですけどね。解像度今このっていうのはつまり Google マップか。先ですよね。普通になんか迷いながら海に向かわなきゃいけないで、ここは自転車の自転車規模もあるし、でここはトイレもある。さて、あそこが遊水地公園の 何センターだっけ、あれ467ですか、JR、あそこか。航空写真が取り立ててなんかリアルっていうのは何の違いなんだろう。ノアンですか。ノアンやってんのかな今この時期は。まあやってるんだろうな。車種って今の人向かい風苦しそうだった。あいのでの、まあそのあたり適当に。藤沢からだったら JR で輪行して帰れるかな。小田急線で輪行しようとすると町田乗り換えが嫌なんで。昆布のところはなんだ今の声。ここですね。これは水を入れてあそこ膨らますと席ができるやつ。見えるかな。ちょっと下向けた方がいいかカメラ。ん？何が鳴いてる？あ、そいつか。違うか。コウノトリ。昆布、まあなんというか、そうそう、ゴム園庭、園庭でいいのかな。私の行水、カラスの行水。さて、やっぱなんか違う何かの動物の声がする。それか子供の声か。相変わらず後ろが浮くな。よっ、これごと持っていくか。一つは別に来ても来られなくても。ちょっと待ってください。読み上げ下げる。
前マロさんにもらった作ってもらった音量調整付きのスピーカーがどこ行ったか分かんなくなって、よっとよっ、こんぐらいか、よし、じゃあちょっと下向けカメラ下向けて入ります。よいしょ、読み上げ聞く、私は聞こえなくなります。じゃあまずはカメラの角度調整から。その前にあったかい飲み物、ロイヤル近すぎてぼやけるかな。ちょっと焦点距離の設定、ナイフはナイフ、窓についてる丸いやつ、あのなんか飛散防止のやつでしたっけ。見せるの難しいな。これで分かってもらえるだろうか。こう。
そうそう。06だから、これを、そして、こっちの方。できた。こんな感じです。ちょっとアクションカムの方、アクションカムの電池ちょっと待ちよう。あ、寒くないです。今日はいいよ。これウェブカメラ片手で持っては作業できないんで、そうそう、角度完全に指定できるし、よっと、よし、ちょっとガタが出るのかな。作りました。この機構考えるの時間かかった。さっき12度の下駄履かしていたのを6度に変えました。この仕組みはそこそこ薄くできるんですけど、でももっと薄くしたい。でこれ何かに引っかかってもげそうになったら先にマグネットの部分が外れるので、強度はそこまでのあればいいんですよ。あ、それほど熱くないな。これで今日夕暮れが5時前なんで、あ、これ完全防水ですね。あと1時間10分か、意外と時間ないな。海まで出るためには距離は遅い。50分以内ぐらいですかね。まあ追い風だし、10キロはあるな。ん？何の方が？あと12キロぐらいか。1時間はかかるの私は。これ飲み終わってトイレ行ってから出ます。ちょっとお待ちを。ああ、ありがとうございます。
そこがある。これ今日あそこなの、あの見たからかよかった。うん。ヒントありましたか。あ、ありがとう。ありがとう。私が今日お父さんからあれ見に行ったりして、でも7歳に GPS の電池交換忘れてた。電池ケース。ここもネオジム磁石。これはあのありもののデータなんですよね。あ、こうか。ネオジム磁石むちゃくちゃくっつく、あの強力です。だからほら。新しいモバイルルーターです。2万ぐらいするやつ。バッテリーケース、何のバッテリーケース、この箱、オルトリーブの、なんて言ったっけ、オルトリーブのどれかです。オルトリーブの一番有名なバッグ、なんて言ったかな、マイギア配信、結構自慢とかいろいろしてるんですけどね。あとこのバッテリーとか USB ハブが入った袋も、防水はどれだろう、あ、これこれ完全防水。バッテリーって女房役ってことか。よいしょ。ん？これをバッグを自転車にくっつけます。わっと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 。あら。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。一体どうやって巻き込んだ今。不思議だ。ここまで器用な巻き込み方しないだろ普通。よかったちぎらなくて。女性にガイドの。えらい器用なことしたな今。ここは変わってないかな、天井変わってるかな、やっとつさてと税金ですかね、これやっぱですよね。あ、そうです、これこんな風にワンタッチで、ワンタ、ワンタッチで
よし、あーワンタッチでくっつきます。さて、いやいやワンタッチワンタッチん？フォー掛け？向きによっては結構な風。あ、そうだ、読み上げの音声戻すの忘れてた。うん、肩掛け、あ、そうです、今日は荷物少ないんで片っぽだけにしてます。まあバランス悪くても大してきつくなるような距離でもないし、うん、ちょっとサイクルセンターというかただの休憩所なんですけどね。うお、昔使ってたマニアバッグは、いや、あれも荷物少ない時で衝動買いしそうかな。一番最近買った一番でかいのは 3D プリンターですけど、17万ぐらい。まあ円安で値上がりする前に買ったけどな、たまたま買ってから1ヶ月後ぐらいに値上がりしたんですよね。17万だったのが20万になった。ベアグスキニーはまだ完成しないでしょ。あれすぐ使いたい人はもっと安い自作キットを買うか、私が買ったやつは17万のやつはアンパイです。私が買った17万、今20万のやつは買えばすぐ使えます。しかも精度いいです、今出てるものの中では。どこのっていうと、あれ会社はどうなるのかな、中国製の消耗品の、さっきの電池ケース作るぐらいだったらプラスチック材料代がだいたい20、30円ぐらいじゃないかな、もっと安いかな、爆発だから。プラスチックは 100g あたりだいたい300円ぐらいなんで、でさっきの電池ケースなんかは数グラムのものなんで、かなり材料費が安いです。電気代も多分10円かそこらか、もうそれもかかってないぐらいかな、一度買えばですね。あとはどういうふうに使うかっていうのを考えること自体が今のところ面白い。硬い、基本的に硬いです、プラスチックなんで。ただ薄い膜を積み上げて作るので、その膜がリサイクルはできるかもしれないけど、今まだ使い捨てです。で積み重ねる、そうものづくりって言われる分野だと思うんですけど、全然スキル持ってなくても、接着とか工作のスキル持ってなくても、頭の中で考えたものが直に作り出せるというのが面白いですよ。で積み上げる方向には剥がれやすいので、どっち向きに弱くても大丈夫かっていうのをまず考える必要があります。いい僕はよく言ってました、今日はこの気温だとアイスいらない考える。ただ買っただけじゃ面白くないので、実演販売、まだ 3D プリンターはそういうことができる状態かな。嫁アメリカと買いれば、アメリカ硬いもん、なんかうまいこと言ってる、なんか土ぼこりが、柔らか頭がなんとかで、あれか、私が今頭の中でイメージしたのはコンパイルの CM か、柔らか。あと昔はナムコは変な CM やってましたね、空想してから寝てくださいとか、空想は頭の肥やしですとか、微妙になんかうんこネタだっていうところが。うん、あ、皆さんありがとうございます。12度から6度に変えたので、今朝のじゃないや、さっきの状態と、あと柔らかい樹脂、いろいろ出てきてますけどね、ゴム製のゴムっぽいやつとか、
ゴム製のじゃなくてゴムっぽいあの素材とか。海た間に合うかな、日没に間に合うかどうかは私の足だと結構微妙。まあ追い風だから間に合うかな。余裕の音だ。徳田敦子さんのネタはん？あ、1時間で。私はだいたい1日走っていろいろ含めてアベレージ10キロぐらいで計算してるんですけど、今この風だったら15キロぐらいでいけるかな。もうこれ完全に走って帰る気ないな。ネタが馬力が違いますよ。もう行くだけ行って銀行で帰ってくるってんでいいかなと思ってます。今日は外に出ること自体が目的なところもあるし、持ちかやる気が違いますよ。ああ回線なかなかいいな。これから電波が弱いとこ行ったときにどうなるかですね。さすがに規制以前に電波がないとこだったら無理だけど、どれぐらい今までと違うのか。50キロ、うん、それそこまでいかないぐらい。市販のお餅まずいですか。違う。あ、どうもありがとうございます。うわ、目でも眩しい。完全逆光だ。防水大丈夫でした。防水いい感じでしたよ。だからあれの 3D データを昨日の夜、海外のフリーの 3D データが公開されているサイトにアップロードして、で誇らしげに書きましたから、説明のとこに。Already tested in rain ってびっくりマークまでつけて書きましたから。でも日本語だとなぜかテンション下がって、実際にテスト済みとしか書かなかったんですけど。あ、51分。そう、あれ、まあ英語サイトなんで基本英語先に書いて、後半に日本語説明書いてます。で英文に関しては自然極まりない英語になってるんだろうけど、まあそれは今後勉強すればいいので、そんなところに躊躇してる場合じゃないので。やっぱ体を動かしてると気分的にいいな。気持ちいいとかよりも、なんというか罪悪感が少ない。無事に放送枠始められるかな。お、いらっしゃいませ。ちゃんとできてますかね。青い。お、力持ちや。力持ちってあれか、お土産とかのやつですかね。アジサイので有名なお寺の坂道のふもとみたいなとこにあるやつ。あそこはなんとか食べました。もう食い飽きてるな、私は。
これでカメラの角度が大体 OK ってなったら、また角度完全固定のやつ作るかな。その方が頑丈で、あの背が低くできるので。うん、稲作人、あー、いや、どうだろう。後ろから自転車来ること考えると、基本的に右側歩いた方がリスクは低いですよね。いろいろ、ようやく真正面じゃなくなってきた日光が。まあ、富士山の信号5目登って下ってきて、静岡側に、富士市側に下っていくときに、完全逆光で結構木の木陰とかが真っ暗で見えない下りがあって怖かったです。普通に昼間走ってるのに木の陰になってるところが見えないぐらいの。いらっしゃいませ。人は右、うん、同じ方向に道は進んでる。あの DMM のやつってどこまで一般人が利用できるんですかね。基本的にはプロ用の施設みたいですけど、その日帰り的に何ができるのかな。あと 3D プリントの練習するって意味だったら、ナノラボっていうところが最近なんか場所移ったみたいですけど、 3D プリンターの講習とかやってますね。前は講習台吉野家のそば、ナノラボはどうなったんでしょうね。あれ結局使われなかったんじゃないかな。なんかランキング番組のネタとして映像を撮ってただけみたいだし。ドッグ？ドッグ？ DMM か。 DMM は確か、まあ、アダルトビデオで有名ですけど、あれは流通の会社ですよね。基本的に流通会社が母体なんじゃなかったっけ。でそれがいろんなとこに手出してて、最近は 3D プリント事業に先行投資の形でむちゃくちゃ安いサービスやってるんですよ。あれは今のとこ他の業者は太刀打ちできないはず。FX 株ですよね。 FX は株のことは全然分かってない私は。FX をやるっていうのは大きな株が。ん？ドム。フロント起用？ヤクザバックということですか。私は株主ではないですね。外国為替なんか FXFX って言ってますけど、あれは何だろう。まあ、海外のなんだろう、株の話でいいとして、特徴としては何ですかね。ハイリスクハイリターンってことかな。博打的な要素が強いとか、そういう意味なんですかね。あ、為替。国内で株やるよりももっとリスクが高いってことかな。円高に、そうそう、私もゾートラックスっていうプリンターが最初欲しくて、レバレッティ、本当に為替のレートだけに関する話なのか。
でもそんなお金を右左に動かすだけで利益が上がるなんて、なんか間違ってる気がする。 IFX なんか社会全体の中で貢献してない気がするのは、貢献してるんでしたっけあれって。株だったらその会社に投資することで一応なんか社会の回してるという貢献はあるんだろうけど、為替のやつっていうのはなんか貢献してる部分ってあるのかな。本主義なんか全体に貢献しないとダメな気がする。なんか鎌とハンマー的な考え方ではあるけれども、宝くじみたいなもんかな。証券会社お、結構大きなマウンテンバイクに乗ってたな今の。70円、汗かく方があ、もうそろそろ藤沢か。誰見える。さっきから喉になんか引っかかってる。機関投資か。どう言ったらいいんだったかな。空でよく覚えてない。かな県がさ、いや、もうサイクリングコースは終わりと思っていいと思います。川沿いにはもう道今まともなの繋がってなかったし、どうやって踏み切り渡ればいいんだっけ。どういったんだかな、向かいは。営業で、まあ普通にそこの国道で行きますか。その方が迷うより早い。蜂の巣にビーハイブに不祥事が。ふう、兵庫。帰りはもう電車かなと思ってます。日も暮れるし、逆、向かい風になるし、今日ビアンキです。もう国道で行ってしまうか。警棒ケース、 3D プリンターだとちくわケースとかカニカマケースとか作ってる人いますね。カニカマケースはちゃんとあのカニの殻の形で、そんな簡単な。あ、犬だ。今のビットレートのあの犬撮ったんじゃないかな。そうそう、カニカマケースとかちくわケースも、なんかちくわケースは最近だったかな。そう、ちゃんとあのカニの形でさ、あのスプレーで色まで塗って、江ノ島まで行った方が早いか。あとなんかちくわケース作って、なんかちくわしか持ってねえっていうネタあたり、何のネタなんでしたっけ。ちくわしか持ってねえというためのケースらしいです。ちくわケース、あ、サイクリングですか。 3D プリンターの一部のパーツは作れます。でもどうしても合成が必要なとことかはちゃんとしたちくわケース、多分公開されてるんじゃないかな、データ。それさえあれば誰でも作れる。データだけで全く同じ物体が作れるって結構やってみたら面白いですよ。近所、
流通、おっと、まあただ使える範囲は使える用途は限られますけどね。衛生法、樹脂は一旦200度で溶かしてから成形し直すので、それを生き延びられる菌じゃないとまずそれ自体には生き残れないですね。ただ隙間が多いっちゃ多いので、細かいミクロサイズでの隙間は結構あるので、そういう面でなんか菌が残りやすかったりするかな。あ、ちょんまげ、そうそう、今私はちょんまげで街中走ってますよ。 GoPro の時よりも正面から見ると出っ張りは小さいけど、横から見るとちょんまげ的に長い。でもヘルメット側のベースの色を黒で作り直したんで、少し色的には金属の、あの辺りどうなんだろうな。粉末を使うやつはまだ民家で扱うには若干きついという噂を聞いてますが、大人のおもちゃ作るサービスはデルドー的なものだったらもうありますよ。なんかそういうサイトも確かあったはず。ちょんまげにどうかな。今時頭にアクションカムつけてる人なんてもう10人に1人はいるから。自転車本体につけてりゃ目立たないんですけどね、あんまり。デルドみんないや全然。お、ちょんまげで、ちょんまげ仲間。あ、成人だ。私今の人の年齢わかるんですよ。20歳ですよ、あの人絶対20歳だ。とっとっと、なんか出っ張ってるからもう行くのかと思ったら止まった。あの人も20歳だ。タバコ吸ってたけど20歳は OK なのか、タバコは。あー、また20歳だ。19の人いるんでしたっけ。振ってる振ってる袖を。ない袖振ってるとか言い方したら失礼か。もうじゃあこのなんかそのまま行くのかと思ったら19歳でもあるのか。あー、じゃあ間違ってたかもしれない。ない袖振るって言い方だと、あなた20歳でしょとか言った方がいいのかな。電池ケース、頭の上にハテナが出るな。そうか、19歳でも成人式っていうのあるんだ。にしてもあれだけの着物を用意できるストックがどっかにあるわけですよね。1年中ストックされてる場所が。このいるいるいる余裕でいますね。市民会館あれかな。あ、リアルで大丈夫大丈夫。50万、嘘、あれ1日切るのに50万かかるんですか。おお、いるいる。この辺りの年齢の分布を作ったら20歳にものすごいスパイクがあるわけですよね。え、大体レンタルじゃないですかこれって。まあ50万かからないですよね。私の予想だと5万くらい、いや2万くらいで。週刊 3D プリンターは出来上がるまで待てるかどうかです。出来上がった頃には 3D プリンターの世代もいろいろ変わってると思いますよ。今本当に3D プリンターはどんどん安くなってどんどん性能上がってるとこなんで、私はそこまで安くなってないけど性能的にかなり安定してるやつを買いました。その機械をいじったり調整したりするところに全然労力割かずに済む。それが楽しい人も多いんだけど、
確か55号カリカマケース35歳、それより上かもしれない。成人式ですね。確かに自国の衣装、確かにそう思うよな。なんか形式だけであまりにもそのかけ離れて残りすぎてる気がするな。何十万っていうのは本当に、いや今日のルートはあんまり途中取れてなかったりするので、あ、まあでも一応取れてる分だけアップするかな。最終的に、そのヘルメットのカメラマウントがメインの目的だったんで、だいたい達成しちゃいましたね。あとは何作ろうかな。SLA ですよね。扱えるようになるかな、家庭で。ちょっときつかったか今の。電飾10万20ん、男成人式のあれ一応自走ですが、帰りは輪行で帰ろうかなと。車の中まで通る音じゃないといけないから結構きつい。3D プリンターで商売してる人もいますよ。カメラのアダプターとかだったかな、とかを個人で、私が持ってるのと同じ 3D プリンターで作って売ってる人もいます。で、思いっきりニッチのそういう商品が作れるっていうのと、あとそんなになんか材料費とかかからないから安くできるっていうので、大量生産とかじゃないですけど、あれはちゃんと商売になるんだろうな。白飛び、白飛びしてんのは日陰を映してるからだな。ん？寒い何？ん？ルアー、ルアーか。ルアーって重さがいるんじゃないかな。まあ中に金属入れれば大丈夫かな。中空のデータを出力していって、途中でなんか金属のその重りなりなんなり入れて、でさらに上に造形続行して、中に金属の重りを入れたプラスチックっていうのもできますからね。 USB エラー、え、止まってるってこと？音声だけってことですかね。映像の汚さで言うんだったら、明暗差がはっきりしてる時間帯なので、暗いとこを映すと空は真っ白なはず。そうそう、出力してる途中で大丈夫ですかね。なんかお年玉をですね、お年玉袋というかお年玉ケースを下からこう作っていって、で途中でお金入れて上も閉じてしまって、で完全密閉式のお年玉ケースとか袋というかを作るっていうネタも最近どっかで見ました。でエンボスで妖怪ウォッチの絵が描いてあった。あ、輪行は藤沢あたりかな。白が入る、なんだろう、チラチラするわけか。真っ白な映像が何ですかね。それは確かに何かのエラーかもしれない。鎌倉、また時なんだろうな。皆さんそうですか。少なくとも今2人はそうってことですよね。ってことはこちらの問題なんだろうな。ちょっと原因わかんないです。初めてだ。セッション貼り直したら治るかな。また先にそんな不便な。あ、試験さんいらっしゃいます。江ノ島、多分このまま行けば着くと思います。江ノ島で夕暮れじゃない
夕暮れ見られたらいいんですけどね。お、なんだこれ、あれ今のラチェット音かな、すごい音がしてた。こ、あのオケラの鳴き声みたいな声がしてた。じーって、オケラってのはバカにしてるんじゃなくて、あの可愛いみたいなイメージなんですけどね、私的には。今の折りたたみじゃない、証券車が単なる。江ノ島なぜニューヨーク、ゆぐられる。なんだろうあれ、フレームの形もちょっと変わってる。あとものすごいタイヤが太い。なんですかねあれ。あー、シングルっぽいかな、違うかな。点滅、そうそう、あの点滅信号はもともと高速点滅してるのがこの配信のフレームレートとなんか同期というか周期の差が小さいので目で見える点滅になってしまう。ちなみにオケラ手に潜り込まれると痛いですよね。ウェブカメラ、実はこのウェブカメラの基板のレンズって直接つけないんですよね。仕事はちょっと秘密、言えない仕事です。このウェブカメラのレンズはなぜかあの中にもケースというか、あ、点滅入った。あ、そんな頻度少ないのか。接触とかでそんななるもんかな。ん、湘南が、タコライス、頻度多い。FMLE を、え、さっきあれサドルなかったっけ、見てなかったな、そういや。じゃあセッション貼り直してみますかね。ん、どこのビーチ配信、じゃあこの辺りでちょっと FMLE 再接続してみますかね。そういう問題かどうか分かんないですが、そんなに頻度多いか。ちょっと待って、どうですかね、どうですかねって一瞬じゃ分からんか。これでまたしばらく走ってみます。今 FMLE をつなぎ直しただけ。この辺り人の多いところに入ってったらえらいことになるからな。また入りますか。なんだろうな、じゃあウェブカメラ側かな。それかフレームレートが高すぎてなんかをつかないとかかな。フレームレート10に戻してみますか。ちょっとお待ちを。それか逆に上げてひどくなるかどうか見てみるっていう手もあるな。ちょっと上げてみよう。江ノ電が通る場所まで来ました。ブムックス、あのクロスバイクです。これ格闘的に映ってるかどうか。ビアンキ、ふう、ん ?15 秒に1回、あちらが、じゃあ15を20に変えてみます。自力線見直した。
向かい風、追い風だったかな。江ノ電がそうそう、あ、そうそうって今言ってるかな。エルドジみたいに、なんでエルドジみたいになんだ。どうですかね。しばらくこれでまた行ってみましょうか。今あのフレームレートを15から20に上げてみました。飛んだ。どうかな。ひどくなるかどうか見てみてください。ビアンキカフェって知らないです。あるんですか。江ノ電はこれ沿いに走ってれば来ると思います。生しらす丼、生があるのか、釜揚げじゃなくて。あ、ちょっとこれは問題なし。江ノ島に行くつもりなんですけど、この辺りなんかあのこの黄色いエリア以外は歩道っていう認識で歩いてる人が多いような気がする。江ノ島に、さっきのところから右に行けばよかったのか。江ノ電の線路に沿って、まあいいや、一旦こっち沿いに行ってからそこで右曲がりますか。じゃあ三万面は神奈川だったっけ。あ、入らない。何だったんですかね。また15位戻してあの起きるかどうか見てみたいけど、まあしばらくこれで行こう。あとローメンが稲地だよ、稲地層だよな。エロデン、エロデン、エロデン、エロデン。お、夕日見えるか。エロデン来ないですね、さっきから結構な頻度で来てるイメージがあったけど、私だけか。見えてる、見えてる。眩しい。てか江ノ島越しに夕日見るんだったらもうちょっと東側の方が。エロデン、エロデン。いや、ここでもいいな。富士山はどこ、見えないです。日よけの帽子。東に行ったら稲村ヶ崎がそこだっけ。よっと、マイクの線がちょっと眉毛に当たるな。これもなんかで上に引っ掛けるやつを 3D プリンターで作るか。そんなすぐできる。よし、夕日見るためにどっからがいいんだ。この辺か。いらっしゃいませ。あ、この辺いいな。この辺ちょっといいですね。サンセッツ。よいしょ。ちょっと待ってください。いらっしゃい。タコ船。タコ船ってあれですよね。なんかプレスするやつですよね。アニメピンポンで見た。配信だとどう見えてんだろう、これ。江ノ島のシルエット見えますかね。うん、プララのことです。ベンチ先っていうのは西側の方ですかね。海沿いに端っこまで行ったら富士山。あれ江ノ島の向こうですかね。砂浜を土が、あの砂が入る。あ、シルエット見えますかね。江ノ島からバスが戻ってきてるな。
富士山見えるっていうのはこっち道なりに聖地巡礼に彗星からイカ娘は私見てないんだよな。結局灯台が見える。おー、ゲソ。そう、語尾がゲソっていうのは知ってる。当たり目とかじゃない。ん？靴買いました。靴はこれです。青いラインのやつ。あれ、昨日さっき嫌ってこと見た。もう悔やきたよ。よいしょ。ここで。でも寒くないですよね、この時期にしちゃ。今で気温9度っていうのは結構あったかいんじゃないですかね、今日は。車両通。この靴は今のところかなりいいです。普通に歩けるし。富士山が見えるとしたら、クワ、サイクリングロード、パチじゃない。境川サイクリングロードの略だから。撮ってる。カメラどこかっていう話だと、ヘルメットの上、風は西、北西の風なんですけど、今はそんな強くないかな。境川パチンコか。先頭に CR がつくと、そう、カメラヘルメットの上です。端から見たらかなり目立ちます。あ、そうだ、こういう時はあれだ、帯域に余裕があるからさっとツイートなんかも簡単にできるだろう。こうして写真をさっと撮って、で、そう、配信機材、七福神、ちょっと時期外したかな。いや、あれいつだったっけ。はい、これでさっと行くだろ。さっと3、あー、送信失敗した。なんだよこれ。待機は十分早いはずなのになぜさっと送信できない。また行かない。なんで。十分ツイートできる速度だろう。行かない。このツイートができないっていうのは何なんですかね。待機の問題じゃないよな。なんかツイッターの機嫌とかによる気がする。行かない、ダメだ。まあなんとかやってみます。富士山どっち見えるんだっけ。もしかして反対側に走ってったが良かったんですかね。それか江ノ島のあの付け根のあたりまで行けば。また検事の人だ、いらっしゃいませ。ん、白いカット割り夕方、この後輪行して帰るつもりなんで全然平気です。全く平気です。ん、橋渡んないですけど、あっちの方まで行ってみるか。ん、ツイッター、いや、私から行かないだけのパターンが、他の人までみんな行けないわけじゃないと思います。何なんだろうな、諦めるのが早すぎる。あ、そうだ、別のツイッタークライアントでやってみるか。右手ですね。了解です。何駅、 JR の駅なので藤沢かな。干渉、いやいやいや、通信速度は十分出てるみたいなんで。小田急はちょっと、小田急は町田乗り換えが嫌なんで。あ、行った。全く気分屋さんだな。ツイートご覧ください、私の今の様子を。別のクライアントでやろうとしたら、最後にそういった瞬間にちょっと待てっていう感じで、ツイートできてしまいました。ツイッタークライアントはそのまま、うん、上の方がアクションカメラです。アクションカム、小田急、あー、でもどうだろう、今戻る方向だったら町田は乗り換えが長い、歩く距離が長い。あ、富士山見えた。子供が思いっきり見てた。
あ、そういえば片目つぶってない、嘘。そういやそうか、さっき自分で写真見たときそういやそうだった。ん？逆光か。バージン、あ、配信用の、そうそう、それがあの基板だけ取り出して外側を自分で 3D プリンターで作ったやつ。まあ電線とか思いっきり入っちゃってますけど、一応富士山見える、富士山、うん、くそっと、なんでよ、ちょんまげが少しだけ、あのちょんまげの表面積、あの、前から見た面積が減ってます。見えますかね、 iPhone のカメラで撮ると結構小さく映ってしまうけど。ああ、週末の曲だ、あのシワとか映る以前に白く飛んでますからね。うん、オリンポス火星のやつだっけ、今年か。ライブから映ってますか。江ノ島タワーまだ登ったことないです。エスカーってやつで行かなきゃいけないんでしたっけ、あそこは。おお、三浦半島振り返り、いや今日は別にもうテストなので振り返りまではしないで、写真もないですから今日の振り返りは特になしで、正月の地の島あたりはやるかな一応。ん、何見た、影がむちゃくちゃ伸びてる。ん、あそこ浸水、ちょんまげ、前のちょんまげよりこれ小さいんですよ、前から見たときは。水着美女かいないかな、今はいないみたいですね。そう、地の島っていうのが宗像市の私の地元から15キロぐらい北側に走ったところにあって、あ、走ったところからの小さな港から出てるのがフェリーがあって、海鮮丼食うかな。こっち方向で見るとなんかやたらこの景色解像度が高く感じるって言い方したら変だけど、ん？偉さが？そうだったら、あ、灯台見えてますね。あれですね、あそこのとんがったやつ。肉眼でも結構小さいから見えないかな。うわー、なんかものすごい数のカモメが飛んでる。ん？女性と何が？とりあえずないです。うわ、何百羽か あのカモメか何かのあの群れが、手動です、あのパーツを取り替える形で角度変えるんですよ。あ、見えます、なんかものすごい群れが。うわー、ああやって一斉に移動する鳥の群れって結構魚群っぽいですよね。じゃあ最寄りの JR 駅を目指していくかな。かっこわ。アーバン。ああ、イナゴだ。で、一番近いところは、まあ、江ノ島駅が一番近いんでしょうけど、水平線に、ああ、あの、灯台ですかね。の左上あたりにあの鳥の群れが今、あれカモメじゃないですか、あの群れは。でもあの突堤のあたりから一斉に飛び出しましたよ。あ、煙、あ、映ってんだ、あれ鳥の群れなんですよ。何百羽いるんだろう、ざっと目視で。あれが10だから2、300羽ぐらいかな。標高今ですね、マイナス表示です。マイナス3メートルって出てた、さっき。モノレールでモノレールだとどこに行くんだっけ、逗子だっけ。ウですか、ウミウですか、ウミウってあんな飛び方するんだっけ。このここの距離だとシルエットしか見えないから白いかどうかも見えないです。黒かったらウミウなんだろうな、ウミヌコ。ちょっと待ってください、どっち側に向かったらいいかな。まあやっぱ藤沢ですかね。大船あたりまで行ったらもっと安く帰れるかな。
あ、ムクドリですね。あれ、大船に向かうやつがモノレールか。モノレール輪行もできるな。じゃあん、スイッチバック、スイッチバックってモノレールで大船駅に行って乗り換えてっていう。タバコワンワン。江ノ島駅からモノレール輪行して大船乗り換えて、大船乗り換えて歩くかな。ちょっと待ってください。モノレールはだいたい繋がってますね、駅の中で。行ってみるか。ちょっとあの校内配信は、車内配信はちょっとあれなんですけど、人も多いだろうから。モノレールは、あ、高い。でもいっぺん乗ってみたいな。昔多分乗ったことあるんだろうけど覚えてないな。フェリーでどこに帰るんですか。自転車で、まあその方がいいんですけどね。大船まで行くかな。でも日が暮れるな。大船まで行ったら何キロぐらい。大船ですよね。最短で行っても7キロ8キロあるな。鎌倉がなんて、まあ県道304号でモノレール越し、モノレール、ん、2杯3杯、まあいいや、とりあえず行けるだけ行こう。明るい間モノレール輪行を考えながらモノレール沿いに行くかな。あそこってアップダウンありましたよね、結構。あと急に空気が冷たくなってきた。大船構内、あーでも町田ほどじゃないと思うんだけどな。一応なんか繋がってるみたいだし。でちょっと待ってください。もう一枚切る。そんなこともあろうかと。まあ私は別にあのもういい大人ですから、ナイスミドルですから、多少高くても。ちょっと待ってください。今素で間違えた。素で間違えた。ウィンドブレーカーどこ行ったかなと思ったら。またなんかあざといドジッコアピールしてしまったな。ドジッコアピール。しかしこんな間違い普段したことないんだけどな。若いヤング。あとグローブも変えてしまおう。オペ、やっぱイサチックに見えるんですかね。マウイ、イマイ。それイマイっていうのはこの間あの波照間島に行って、あのゲストハウス並みで常連さんがなんかいまいいまいって連発してたんだけど、その時に白衣っていう、あさマジで白衣って言いますよねって言ったら誰にも通じなかった。白衣って皆さん分かりませんか。白衣助って分かりませんか。オープンハウス、
よっと。あんた白衣用って分かりませんか。戦闘対策白衣。眩しい。そう、カタカナで白。美人って意味らしいですね。もうちょっと私、あのケバイって、ケバイっていう印象が入ってたんだけど、普通に美しいって意味らしい。眩いか、あったな、眩い。2匹もの。いや、あれは方言じゃなかったはず。メス。白衣助だから。タケノコ族。メイン。とりあえず藤沢に向かうか、大船まで行くか。暗くなるかな、藤沢、あの大船まで行ったら。リケジョ、リケジョ、リケイ女ってとことか。敵や、東政府、東政府って言い方もありましたね。にもい。しかし今日夕日が派手だな。白衣か。美しい。良いとか素晴らしいっていうニュアンスは知らなかったです。ブラッド。赤いですね今日は。でおじゃる。予想いきますかね。せっかくだから川沿いに行くか。あ、灯台はあれ光ってるか、違うか、反射してるだけか。あ、これ、うん、死後ですね。鎌倉ビール、まあ私ビール飲まないんですけども。赤い。九州か。よっと。食事、まあやっぱり駅まで行ってから考えますかね。本か。中山次郎。私は美味しさが分かんないだけなんですけどね。これ右に行くと人混みの中に入ってしまうな。サイサラダ。男女別大風呂ってすごいな。男女別ってわざわざ書くってどういうこと。ん、ユーズ購入最近流行ってますよね。そんな衛生にそこまで気づかない。そこまでなんかうるさく言うなよ。レタスとかに虫とか水の死骸とかついてんのはどうしようもない部分もあるんだから、黙ってどけて食えよとか思ってしまいます。うん、難しい。よし。水は、よし、そうそう、アサリ砂入ってるようなもんですよね。あの砂だって別にそんな消毒された砂じゃないんだし。ゴキちゃんもまあ、でも奴らどこで入り込むか分かんないから。あ、しまった。思い出した。ヘルメットでた、あの、傾いてるところをテープ止めするつもりだったんだ。まあ、めんどくさいからいいや。まあ、マジでクレーム言うやついるんですか。すごいな。
そんな時代か今。アサリの砂でカニ、寄生のカニかな、アサリに入ってるっていうのは。で、これがなんて、あれ、ん、そうそう、砂だし。ちくわにチーズは許されんな。まあ不快ではありますけど、クレーム入れるっていうのはどうなんだろう。シラスにカニとか、あの小さいタコとかが、ん、アルコール、小石、うん、うん、モフ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 、あ、すいません、モフモフ。メロンパンにメロンが、モフモフ。寄生ガニいますよね。シラスの、シラスの、シラスシラス、ん、コーギーだ、コーギー。ウグイス肉はじゃがいも。お、バンドエイドか、なかなかきついな。ん、マックの歯、歯とは、うん、牛乳パン、かわいい。あー、ガラスも、私も見たことある。しかも出てこねえし。ちりめんモンスターっていうのはなんかあれですよね。あ、赤富士になってる。赤い赤い、富士山赤い。何の歯が、ワイマックスじゃなくてプララモバイルってやつです。あ、そこの橋まで行ったがいいな。富士山結構赤く見えてますよ今。レッド富士、あれグラデーションまで見えますか。そんなに大きく映ってないと思うんだけどな。よっと、よいしょ、向こうに渡って、うん、この辺りですかね。うん、朝、え、じゃあ夕方は、赤い。あれ、こうか。よいしょ、写真、生。よし。リアルで、あ、富士山ですか。そんなに見えるかな。画質は、ん？手前の？ん？おお、でかい。あ、松に富士。あ、そこに松ありますね。っていうかそれまで見えるのか。結構映ってますね。結構細かく映ってる。おー、空気冷たくなってきた。8度だろ今、やっぱり8度だ。液体石鹸、滑り降りる、滑落。今何踏んだ。おー、ごめんごめん。今なんかカランっていったのはゴミか、なんか落としてないだろうな。プラスチックオンだったから、あ、見えますか、すごいな。気象観測です。私は見えてないよ。木かな、木の音ではちょっと違った気がするけど、富士山が、お、あれも可愛いな。パーツが、噴火も最近のネタですよね。
あれはでもどうしようもないよな。特に人が登ってる時間帯だったっていうのが SD カードは多分落としてないと思うけどな。多分ね。冷却用の。いや、まあ普通。高い。ルーター2万円ぐらいです。そうです。個別に買っても大して変わらんなと思って、プララモバイルの契約と同時に買いました。人災なのかな、そのとこ知らなんとも知らない、なんとも言えないです。今日は本当に雲がない。まあ、あとは関東の大震災がまたいつあるかもわかんないですよね。灰が、灰といえば桜島、鹿児島。ああ、桜島は本当になんかいつどうかなってもわかんないような状態ですよね。空が紫色だ。今日は夕方本当に綺麗だ。これは私の部屋は 1DK、 違う 1K だ。ダイニングはないし、いや不安。今のみかんどっから、ぶっこいちゃいますか。あ、え、さっきの東海道線？いや、魅力は気軽にあちこち行けるところかな。地球の呼吸。みかんにこう落ちてた。鉄骨じゃないですかね。ですかね。ふう。なんだ。あ、サッカーだな、ゴールってことは。キッチンは申し訳キッチンかな。申し訳程度の。よっと。あ、お疲れ様です。バストイレは別、バストイレ別だけは譲れなかった。山の中は道が簡単だからいいんだけど、街中は国土地理の地図は結構見づらい。とりあえずあっち行くか。1K だって同棲できるだろう。できないかな。あ、ライト、ライト。今の人は去年だったら大丈夫だったんだろうけど、今はダメなんじゃなかったかな。去年の今時期だったら今の人は逆走扱いにならないんじゃないんでしたっけ。どうだっけ。
路側帯の定義がなんかその線の数によって変わったりするから、罰金、うん。さて、あ、後ろもつけとった。歩道の厳密に言ったらそうなんでしょうね。自転車も OK って書いてない限りいらっしゃいません。うん、生活、いや一応料理はできるぐらいですけどね、うちのしてないだけで。藤沢駅のあたりから大船、うん、相手がそれが逆走と認識してなかった場合厄介ですね。そしたら互いに自分が悪いと思ってないからえらいことになる。殺し合いになる。歩道はあれですよね、車、車道が危険であると判断した場合みたいな割と曖昧なルールでしたよね。23世紀跳躍20何事件だっけあれ。藤沢駅前まで行ってしまっていいんだっけ、大船に向かうためには。風向き、いやとりあえず駅まで、ん、こう行ってこう行って、うん、線路越えた向こうで右に曲がったらいいかな。もうこれから自走して帰るなんて考えられん。うん、ん、そういうクソ面白かった今の。シャドーボクシングが今の面白かった。悔しい。線路くぐった後の交差点で県道かなんかですかね、右に曲がるの。なんかえらい悔しいな。嫁マウント支店、いいな、今のジャイアントショップだ。信用しない。ん、剣道、いらっしゃいませ。プララ今のところ絶好調ですね。そうしたらほんの少しでも腹の肉あまりほら減ると良くないって言いますから。私の今の肉の、脂肪のつき方は一番長生きするつき方だと言われました。健康診断でそんぐらいついておいた方が安全だって言われました。今のところジャイアントショップですよね。ジャイアントのロゴがあったけど青いし、免許一応持ってます。ペーパーで輝きまくってますけどね、金色に輝きまくってますが、私の免許証は。 OCN は不安定なところ、妙になんか通信速度が落ちる時が多くて、配信やってるとあれサイトによって規制かけてたりするんじゃないのかなというふうに疑ってます。全く推測でしかないですが、憶測でしか。オースマン、スポーツ心臓、ジャイアントロボ、いや最初乗ってましたよ、 ATX830 だっけ。いや重要な身分証ですよ、身分証として重要。うん、ランクはそうそう、だからもっといい身分証があればそっち側に乗り換えますけどね。下手に免許持ってると運転できるっていうふうに思われたら危険だし。
全国ですね。電波が薄いところは仕方がないにしても、明らかにあるのに今まで流れないことが多かったんで。あ、保険証か。あれ写真ついてないですよね、基本的に。保険証って免許証と同等でしたっけ。ミニストップカラーだ。藤沢駅の近くです。あ、パスポートか。パスポートももう国籍カード写真付きん写真に。ああ、え、ハンズが昔あったって今ないっていうこの辺りですか。藤沢ハンズがあったのか昔。ああ、いかんな、こういうなんか渋滞してるところを横から抜いていくと車をイラつかせてしまいそうだ。車をイラつかせると厄介だから、奴ら本気になったら引き殺すことができるから。こっちを江ノ島藤沢、そうですね、今どんぐらいだろう、20分ぐらい左折。あとあのドアが開いたりもですね、さあ、ただ閉鎖、ただそう、スーパーゴールドカードです。うん、国民番号、あのネタになるような番号意図せず割り当てられる人が出るんですかね。4649がついてるとか。歩道になると今度は歩行者が怖いからな。一気に加害者になるし。ついてるですか。パソコンゲームのレンタルショップって時代ですね。そもそも今パソコンゲームってあるんだっけ。ああ、これか。スイカとかでできればいいんですけどね。最近もうスイカ随分使ってるし、 iPhone の裏にポケットつけて貼り付けて、どこ行くの帰ります。どっかの駅から輪行して上に、歩道は基本そうですね、あります。あ、オンライン、うん、ブラウザーゲームとかだとまた携帯的にイメージが違うな。このもう少し先で右かな。ん？何ネクスト？ソースネクスト。いや、エロゲーはパソコンゲームです。ん？あ、そうか、エロゲーはゲームとしてまだパソコン用にあるのか。ブラウザーゲームとかじゃないか。ん？いやいやいや、もう終わりますから。止まらない止まらない、また突っ込まれたよそこ。あなたが2回目だよこの配信で、今日の配信で。ここかな。お、いらっしゃいませ。ここから右曲がってずっと行ったらオフのあたりまで出るんじゃないですかね。ん？ FFモンハンとかもパソコン版ってあるんだったっけ。ん？ステア？うん、ゲーミング、ああ確かに。FPS もある。 FPS もそうそう、 FPS もそういえばビンビン。
すんげーにストート。やめろ、予約するな。ファルコムどうなんでしょうか。てかファルコムあるんだっけ。まだファルコムあるんだったらすごいよな。どんだけ続いてんだ。こんなXBOX、 え、そうなんですか。あ、PC で。太陽の神殿、フルースーパーソフトマガジンの時代じゃないか。衰退か。でもあれだけすごいですよね。今残ってるパソコンゲームメーカーってササリアも古い。ん？東京ザナドゥ。東京ザナドゥって何ですか。いいさ、曲の影響も強かったよな。というわけでまたレトロパソコンネタになってきてしまった。まあいいんですけどね、今日は別に景色とか見てるわけでもないし、もう好きにダラダラ話しながら。テレビアニメ、そうなんですか。スポーツジム、コナミのことか。ゲーム配信ないです。千の奇跡、知らないな。ゲーム名、自転車歩道を通りましょう。江ノ島、そういえば江ノ島あったな。スペランカーは曲とかそこそこ好き。どこ行くの。自宅に帰ってるとこです。大船から臨港かな。もう藤沢後にしたからまっすぐ行けよかったな。どんな風に作ってますっていうのを人に見せたいのあるんですよね。このぐらいの感じで作れますっていう。いやいや、降りて通行してください。おお、電波ないかな。グニーズも曲いいですよね。おお、グリートが当たらない。いや、少し当たってるか。失敗作が呼吸戦車系はワールドオブタンクスくらいです、やってるのは。パンツァーフロントは意味だったら動くかな。いやいや、歩きやすい。確かに今までの靴よりは普通のスニーカーに似てるから。で、あの SPD 靴って大体靴の中のクッションがあんまりないんですけど、これは結構ついてます。ただそれで土踏まずのとこが、あ、そうです、クリッカーです。割といいですねこれ。クリッカー今のとこなかなかいい。ただ今後消耗して削れてきたらどうなるかですね。早くダメになるかどうかが気になる。ありゃ、おやっと。
中途半端はクリッカーか。あ、登山どうなんでしょうね。登山クリートはなんかなんだろうな、クリートはまあ今まで通りのクリートだと思うんですけどね。ペダルはあの今変えてないので、買ったばかりのペダルとクリートだったら結構硬いんですよね、ガチッとはめることになって。今私のこれ割と緩めてあるので、夕ご飯はどっか途中の駅に行く途中で食べるかな。うん、武田薬品ん、何ソールで、ちょっとあの中のクッションが土踏まずのとこ割と盛り上がってて、扁平足の私には少し出っ張りがわずかに気になるかな。大したことないけど、フェルトは結構メジャーですよね。メジャーどころ、前ロードバイクのイメージがあったけど、クロスも結構出してるんですよね。フラットバーロードかなあれは。大船どこだ、今この道を行くと何駅出るんだこれ。明日の甲が甲ですか、どうだろう。あと確かにこのクリッカーっていうシリーズはあのワイズの店員さんも言ってたんですけど、足先、つま先のあたりが広い、横にかなり余裕があります。余裕があるっていうのはこれあまり良くないことなのかな。あ、北側にまっすぐ行ってしまうと、まあ、近づいたらインソールっていうんですかね、あのクッション部分は。ん？あ、線路沿いのこっちじゃない方がいいかな。線路は右手側ですよね。あ、ただこの道だったらどっか道ありそうだから、夕ご飯が食べられそうな店を探したらそこで配信終わって食べて帰ろうかなと思ってます。なんか藤沢とか 大船ならではの食事ってないもんかな。あまり、やっぱそうなんですかね。かなり余裕ありますこれ。私はちょっとでも接触してるとあの小指の先とか痛くなってきたりするんで、違反配信は特にしないです。うどんとバラ丼の店、藤沢名物だった今の。ん？あ、なんて味寿司、味、うん、あれは間違いなく無糖か逆そうだな。バラ丼って何ですかね、バラモン。ここにしてみようかな、せっかく名物って書いてあるから。大船丸までは少しあると思いますけど、これでじゃあ今日配信終わって、あ、ハーフソックス、あ、回線今日なかなか快適でした、いい感じです。バラ丼マヨネーズ、え、マヨネーズ、バラ丼なのに。そうそう、一瞬巻きのうどんかと思った。うん、なくても。じゃあ、もう今日はここで終わらせて夕飯食って帰ります。というわけで海鮮はなかなか快適でした。プララモバイルなかなかいいですね今のところ。うん、ツイッターで写真とか載せます。じゃあありがとうございました。またいつか。お？あ、また終わらないパターンだ。先にこっち終わらせるか。